暮らしたい、そんな皆さんの参考にしてもらえるように私が調査し紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみます。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内には定番のワンちゃん猫ちゃんのほか、お魚や爬虫類などおよそ500種類以上の生き物を取り扱っています。現在ワンちゃん猫ちゃんを飼っている方向けに特典盛りだくさんのペット会員を大募集中。この機会にペット会員になってみては。ここからはズースクエア静岡店の小野寺さんにレオパについて教えていただきます。小野寺さん、最近レオパすごく人気みたいですね。はいはい、そうですね、やはりあのこのカラーバリエーション、今後ろにもガッといるんですけども、はい、このカリアバリエーション豊富というところでもだいぶ人気もありますし、いいですよね。人にもですね、慣れやすいという部分も、あの人気の秘訣となっております。人にも慣れやすいんだ。はいはい、どういうものを用意すればいいですか？はい、こちらですね、飼育セットをざっくり用意させていただきまして、はい、まあ、こういった隠れる場所や水飲み、うんうん、まあ、あとこういったですね、可愛いあの小物とかね、置いてもいいんですけども、おしゃれですね。あのレイアウトも楽しむこともできるというところでは一つ人気もありますね。なるほど。はい、この下にあるものって何ですか？はい、これはですね、パネルヒーターと言いまして。パネルヒーター。はい、やはりこの子たちは暖かいところに住んでおりますので、こういったヒーターを使ってですね、冬場は特に温度管理に注意する必要がございます。はい、だいたい温度ですけども26度から32度ぐらいと言われておりますけども、どっちかというとですね、冬場の寒さ、はい、やっぱ寒いのに弱いもんですから、ね、よりやっぱりこういったものでですね、補ってあげることで体温を高めていただきたいなと思います。なるほど。はい、ちなみにこの子たち餌は何を食べるんですか？餌は基本昆虫食になるんですけども。昆虫。はい、なので最初コオロギを与えたりするんですけども、はいはい、まあ、やはりですね、虫が苦手なお客様いらっしゃいます。そうですね、うん、なのでそこで革命的な商品が出まして、お、実はですね、こちらのレオパゲルという商品、まだですね、はい、あの出だして間もないっちゃ間もないんですけども、だいぶ定着はしてきておりまして、結構な割合のレオパがこちらの餌をですね、食べるということで、だいぶ飼育が楽になったということで。レオパ専用のご飯ってことですか？そうですね、基本的にはレオパ専用で。なるほど。うん、どのくらいのペースであげたらいいんですか？こちらですね、まあ、このぐらいの大きさであれば、はい、まあ、3日4日に1回ぐらい。そんだけでいいんですね。でいいんですけども、やはり小さい子はですね、やはりあの消耗も激しいので、はい、よりあの毎日あげたりした方がよりあのがっちり育つかなと思います、ね。あ、なるほど。はい、この子ちょっと触ってみてもいいですか？はい、はい、大丈夫ですよ。綺麗な色ですね。いろんな色があるんでね、本当に好きな色を選べるっていうのが、ね、魅力なんですよね。よ、あ、お、おとなしい。結構お腹はプリプリしてますね。そうですね、まあ、見た目と裏腹な部分もあるかもわからないですけども、元気で、元気がいいですね。噛むにあたって注意点、はい、最後に教えていただけますか？温度管理、はい、そこをやっぱメインでやってもらえれば、よっぽどあの丈夫な個体ではありますので、はい、大丈夫かと思います。じゃあ温度管理、はい、ご飯をしっかりすれば、はいはい、長く一緒に入れるということですね。そうですね、はい、皆さんもそこに気をつけて飼ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日のワンポイント、今回紹介しますこちらレオパゲルという商品ですね。こちら爬虫類業界に旋風を巻き起こした商品となります。では実際開けてやってみましょう。これを食べれそうな大きさにスピンセットで取っていただいて、こういう形で振りますね。コオロギに比べてですね、ストックも楽ですし、冷蔵保存になりますのでね、大変楽な商品となりますので、この機会お見逃しなきよう、このレオパゲルぜひお手に取って確認ください。以上です。皆さん参考になりましたか？今回はレオパについて紹介しました。たくさん種類があるので、皆さんもぜひ店舗に足を運んでお迎えしてあげてくださいね。次回もお楽しみに。